9時間寝てればもう本当に元気になっちゃうよ。あれの方が当てにならないよ。え、そんなんだったら俺もう何もできないよ。音立てるとね、だからほうきとね、モップで。ありがとう。お疲れ様です。ねえ、あなただってね、出かけるのに疲れるだろうと思ってあ、さ。いえ。で、これ持ってこうと思ったら、そうだ、あなた寝てるんだと思って。ああ、いえいえ、もうあ構われない。持って行って。おお、大丈夫か。ひかちゃん。今日ね、あそこのね、和夫ちゃんっていうのかしら。あの子なんていう名前だっけ？和夫ちゃんでいいんだっけ？和夫ちゃんね。その和夫っていう名前がわかんないからさ。今自分で和夫ちゃんって呼んでたじゃん。分かってたんじゃないの？わかってたんだね、じゃあ。加藤ちゃんだからね、そこに書いてある電話番号にかければいい。ね、自分の家の電話番号と一緒だと思うよって言ってね、言われたの。それだから、それじゃあと思って、あんな素敵なものいただいてありがとうね。大谷選手っていうのはああ。ね、よく出るね。野球じゃないし。投げてきたのをこう、バットですって。え？そうです。え？それなんていうの？ バスケットボールじゃないよね。なんだっけ、待って、投げてって、あれするの。なんて言うんだっけ。さっき言ってたやつ。60代に見えますなんて言われたって、そんなのが分かんないんだ。子供より始末あるよ。なんとか急。あ、残ってるのか。ダメなんだよ、そこへ入るから。ああ、ほんとじゃだ。あ、開けてみて。ああ、ほんとだ。電気代すごいよ、多分。あ、ここ暖房じで、ゃなくて、換気ね、換気。どこやったらいい？換気。換気。換気、これ。これをこうして。で、全こ部、のまま。で、消していいのね。だいたいいつもこれつけちゃってるから。あ、そうか、ごめ電気ん。代すごいと思うよ、多分これ。そうなんだ。これで十分。私、これなら赤いからね、カーッとね。本当大きくなったね。静かに行けば。静かに行けば。何すんの？ひかちゃん。パパさん呼んでる。はい、おしみ。はい。いい子ちゃんでしたか？いい子ちゃんでしたか？よいしょ。なんていうの？乗ってるじゃん、なんか。大根？ぶり大根？食べたことない。うん？食べたこと。初めて。
お刺身たくさん食べちゃう。白いご飯があるうちに。うん。それ。ん？一回醤油つけてさ。うん。またその醤油戻すの。どこへ？お刺身。本当だね。本当だっていうか、なんかいつもやってそうだったけど今の。濃くないよ味。いや絶対濃いと思うんだけど。え？絶対濃いよそれ。濃くない。美味しい醤油。そんだけ醤油つけてさ。うん。あの、あんまり濃く感じないってことはさ、うん、それちょっと腎臓を悪くしちゃうかもね。腎臓悪かったんだ昔。うん、うん、いや昔っていうかこれからこそ危ないんじゃない今から。うん、それこんなもんだよ本当に。本当だね。それここだけとかでしょって。あ、本当だ。本当だっていうか普通これぐらい。あ、そう。ババこれの何倍ぐらい？そんな作ってたか？まずこうでしょ、で次こうでしょ。あ、そうか。3倍ぐらいかな。4倍かな。測らない方がいいというか、測らないけどね。うん、300cc ぐらい。測ってないのに分かるの？大体分かる。すごいね。カスは大体40分に1回ぐらいかね。12時から1時、2時ぐらいは一切ババ出てきてないよ部屋から。そうかな。朝方になるとよく出てきてる感じがするけど、うん、まあ、俺が寝てるからかもしれないけど。そうだよ、おしっこをセーブする薬じゃないの。うん、うん、だからそれで効果がどうなってるかっていうのちゃんと調べた方がいいんじゃない。そんななんとなくじゃなくて。いいよ、トイレにメモ帳、メモ置いとくから、正の字でもいいからつけとけば、夜中。うんうん、次、泌尿器科予約してんだからさ、その時聞かれると思うよ。うん、相変わらず何回ぐらいしてますかって。今度行った時？うん。1月だからね、今度予約してる。そうだね。うん、それの間近になったらやるわ。ああ、今夜一回書いてみたら、俺置いとくからメモ帳。だってババ4時間しか寝てないって言って調べたら何時間寝てたか覚えてる。4時間しか寝てないと思ってたんでしょ。うん、調べたら何時間寝てたんだっけ。どうやったのか忘れちゃった。倍以上。8時間？倍以上。4時間の場合ったら8時間じゃない。うん、そんな9時間寝てたんじゃん。そんな眠ってたかしら。いやだから調べたらそれで出てきたんじゃん、その携帯で調べたら。うん、調べたの。ああそう。じゃあまた今晩調べてみる。うん、寝てる時間それ調べられるから。あなたが枕元に置いてくれるやつ。うん、あれで9時間寝てるって出てたんだよ。9時間なんか寝るわけで、9時間寝てればもう本当に元気になっちゃうよ。いやだからそれが困るんでしょ、ババ。9時間なんか寝てると、寝てたらもうびしょびしょになっちゃうよ、おしっこで。いやだから9時間寝れてるんだって。嘘、それの、あれの方が当てにならないよ。いや、それ、そんなんだったら俺もう何もできないよ。それ信じないんだったら、じゃあ何、ババの、自分のさ、感覚だけでさ、寝れてないとか、おしっこ行ったとか言ってさ、じゃあ一生それ治んないじゃん。病院行くのもやめようよ、じゃあ、そんなん言うんだったら。それ当てになんないとか言うんだったら。うん、俺わざわざ病院とかついてってさ、うん、何の足しにもなんないじゃん、そんな、あれ信用できないなんて言うんだったら。そう、自分の記憶で、おしっこの回数もなんか、つけなくていいとか言って、もう全部自分のなんか、ボケちゃった記憶だけでやろうとしてんでしょ。それ意味わかんないよそんな。なんか、うん、調べ、いやちゃんとつけなきゃダメね。うん、そっか。ほんとに情けない。睡眠測定する機械が入ってんの、ババの携帯に。あ、そう。うん、ババの携帯に。うん、
教えて、そういうの入ってるなら。そんなの入ってるの？なんとなくそれ使った記憶ないの？ま、枕元に置いてあげた記憶。なんか枕元にあなたが置いていったのは記憶してるの。え、じゃあその枕元に置いた時に何したの？じゃあん、枕元に置いた時に何したと思う？じゃあ、分かんない。じゃあその寝てる時間測ったんじゃん。そっか、そんなにたくさん寝てるんだったらばば眠くならないはずよ。いや、眠くなってんの昼間。バリバリ起きてやってるじゃん。バリバリ起きちゃう。だからそこでも横になって寝ちゃうからと思ってさ、座ってね、なるべく横にならないように最近はしてるんだよ。え、でもそこで横になってる時に寝てたでしょって言ったら、寝てないって言うじゃんいつも。うん、ね、寝てないって言うじゃん。だから寝ちゃうといけないからと思って。いやでも、ね、寝てても寝てないって言うじゃん。そう？え、いつも言うじゃん、俺今寝てたよねって言ったら寝てないって。全然寝てないってことじゃん。じゃあ昼間別に。そう、なわけわかんなくなっちゃった。4時頃になるとね、眠ってね。いや、12時から2時ぐらいもうぐっすり寝てるよ、しっかり。そう？うん、全然起きてこないもん。テレビも電気もつけっぱなしにしててさ。俺は別にもう消したり起こしたくないからそのままにしてるけど、2時ぐらいまでずっと電気ついてるよ。何してんの？じゃあ2時まで寝てるんでしょ。夜中の2時まで何してんの？電気つけて。あ、電気つけてる時ある。何してんの？テレビ見てんの。え、2時まで電気つけて。そんなばあさんいる？ん、夜中の2時まで電気全開にしてテレビ見てるおばあさんがいんの？全開でもないよ。いや、で、電気、あ、真っ白の電気が全部ついてさ。だから寝てるってことじゃん、それやってないってことは。そう？じゃあ気をつけて見てみるね。何を？え、起きた時間をね。ああ。書いてみる。うん。ね。ね、寝てみたいなと思うけど、眠っていないと思ってる。ああ。だからこの頃はそこで枕でそれしないで、うん、あの、後ろに寄りかかってさ、うん、座ってるの。ああ。本当に年を取るってことはしょうがないね。今のことを忘れちゃうんだからね。子供ができないようにするの？うん。あ、そう。男の子？うん。あ、そうなの。うん。言って聞かせて分かることじゃないからね。うん。本当、かわいそうに。慰めてあげて。え？今日、励ましてあげてくれる今日。明日朝から手術だから。あ、本当？明日の朝。そうか、ママ今寝ようかと思ってたのに。明日の朝手術じゃかわいそうだね。ああ。ねえ。励ましてあげたら。うん。ねえ。そうなんだ。そうなんだ。やけに大きくなったなと思っていたのよ。ねえ、尻尾も長くなったしさ。うん。うん。かわいそうに。甘えてる。わあ、甘えてるよ。そうなんだ。大きくなったもんね、急に。うん。あ、ねえ、あんたも大変だね。そうなんだ。あっち入れてやったの？うん、ね、うん、あんまり動くからさ、閉めて消しちゃった。ああ、うん、ありがとう。ね、そうか。じゃあババちゃんももう87歳越したから、もうそろそろ布団に入ってテレビでも見ながら寝ようかしら。うん。
ね、どうぞ。よく考えたらお風呂2時過ぎに入ったんだからさ、うん、ねえ、うん、本当に大きくなったよ。かわいそうに明日の朝のこと思いもしないかしら。ああ、寝てる間にやっちゃうらしいけどね。麻酔して寝てる間にやっちゃうらしいけど。ああ、そうか。うん。そうなんだ。まこちゃん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 、どうしたの？本能的になんか分かってんじゃないの？いや、甘えてんだって、ババに。ん？ババに甘えてんだって。そう？お腹見せてんだからさ。ねえ。お腹見せてんだから、そうじゃん。あ、そうなんだ。お腹見せるってことは。大援助予算案の編成は鈴木財務大臣と各大臣による閣僚折衝が終わり大詰めを迎えています。政府はあさって閣議決定することにしています。そうなんだ。こちらは1994年10月。じゃあばあちゃんは向こう行くからね。よいしょ。これもラリーダンジャったから買ってもらってダメだね。ああ、そうだね。ね、うん、私の部屋来られちゃ困るんだ。閉めるから呼んでやって。ぼちゃん、明日21日だよね。うん。うん。私が言ったのこういうふうになってる。ああ、じゃあ思ってたより回数どうだったの？回数減ってるかな。ああ。うん。でももうしたくて、ね、我慢できなくて。うん。それでこの間は寝てる時間がね、うんとねないの。ああ。眠れないんだよね。おしっこが気になっちゃって。あ、そうなんだ。うん。だけど今度のあそこ行くまで泌尿器科行くまではこれでしてるよりしょうがないなと思って。ああ。うん。ね。4時から寝れてるんじゃないの？ん？ 4 時から寝れてるんじゃないの？4時からが寝られるの。じゃあどこは寝れてないの？ん？どこは寝れないの？その間のところの行ってる時は何しろ眠れないんだよね。ああ。うん。眠れないってなんでわかんの？え？眠れないって。眠れない、寝てないから。テレビ見てるのしょうがないから。ああ。うん。でもそんな気にしないでもいいのかなと思ったりしてね。うん。全然寝ないでいてもそのままで通っちゃうんだよって。誰が言ったのかな？鈴木さんが言ったのかな？バオが寝てないの俺見たことないよ。夜中覗いて。いつも寝てんじゃん。そうなの。あなたがそう言うからね、もうしっかり食べるもん食べてね、してればいいやと思って。ああ。ね。誰が言ったんだかね、鈴木さんが言った。ね、ずっと眠れなくたって気にすることないんだよ。きちんと食べ物食べてね、暮らしてればね。寝なくたって生きてられるんだからって言った、うん、まあそうなのねって言って。トイレだって結局
寝てから最初に行ったのは2時まで行かなかったんでしょう。これつけなくちゃと思ってつけ始めたの、この時間なの。その前に行ったのじゃ、何回か。え、その前に何回か行ったの。何回か行ってるの。何回か行ってないよ、だって俺それ置いたの12時ぐらいだもん。あ、そう。2時間最初行ってなかったってことでしょ。 10時に出たんだよね。うんね、うん。それで眠れなかったトイレ行ってた。いや、寝てたじゃん今、見てたじゃん。そうなの。これで寝てないっていうの、これ見て、うん、あんな俺がテレビガシャガシャやってても全然起きないくせに。そうなの。自分で寝てないと思ってるだけなのかな、じゃあ。だと思うよ。うん、じゃあ気にしないで暮らすわ。うん。ね。それでつけてみなくちゃと思って思いついてね、うん、書いたんだけどさ。寝てないって思う方が、寝てないって思って暮らしてるのが一番なんか良くないんだ。うん、なんかどんどん寝れてないっていう感覚になっちゃうらしいけどね。あ、そう。いいじゃん、寝れてるで。こんだけ寝れてる証拠あってさ。そうだね。トイレだってなんか8回行ってるとか言ってた割になんか結局4回しか行ってないわけでさ。うん、それ減ったのかもしれないけど。うん、もういいこといっぱいあるじゃん。そうだね、分かった。もうおしっこを取って毎回つけてたんだけどね、うん、もうこんなことしてるからね、帰って眠れなくなっちゃうんだろうからね、うん、もうそれはしなくていいやと思ってこの頃ね。あ、うん、あのもうおしっこの量はね、うん、数えないことにして。ああ、回数は数えてどうだったの。ん、回数数えてどうだったの。回数数えたら思ったよりどうだったの。回数結構いってるの。じゃあこれ4回じゃん。うん、ね、4回ってどうなの。自分が何回言ってたと思ってたの自分は、うん、夜中。この時はその時のあれで書いたんだけどね。で、病院で7回も8回も行ってるって言ってたよ。そうだよね。それも本当だったの。あの、夜寝てからね、うん、10時に寝て、うん、寝るとね、それで朝まで起きるまでにね、うん、結構ね、自分では行った気がしてたの。気がしただけでしょ。でも実際書いたら4回じゃん。ねえ、だから実際書いたら4回ってことはさ、実際、ね、寝てる時間だってバカが思ってるより全然多いってことだよ。うん、ババすげえ勘違いしてんじゃん。半分しか行ってないんだよトイレ。そうだね。うん、これで行くとね、うん、これで行くとっていうか、もうこれどう見てもこれもう真実じゃん、これが。そうだね。じゃあ気にしないで暮らすわ。うんね、誰かが眠るのなんてね、気にしなくていいんだよって言ってたよね。栄養をよく考えて食べてしてればね、寝るのなんか気にしなくたっていいんだって、鈴木さんが言ったね。若い時には結構病気したよね。まあでも87まで生きれる人、うん、87歳まで生きれる人ってそんなにさあ、当たり前で珍しいことじゃないの。87歳まで生きれることって。生きてるんだからね。うん、うん、それでなんか87まで生きてさ、毎晩寝れないとか、まあそれはバオが思ってるんだから知らないけどさ、なんかそんなくよくよされてもさ、なんかあんまりなんか、うん、くよくよしないことにしたの。ああ。でね、ちゃんと食事をきちんとして食べてね、うんうん、いればね、それでいいんだと思って。あ、うん、で動くのは結構動いてるからね。うん、だから自分では理想的までいかないけども、結構ちゃんと動いていて、うん、歩くのもね、ずっと歩いたりしてたから、今ちょっとめまいがしたりなんかしてね、うん、歩けない時があるけども、うん、これで行くよりしょうがないんだなと思っているんだ。うんね、みんなが70代ですかっていうくらいね、うん、ちゃんと体操やなんかもしっかりとね、うん、
ついててね、あ休憩取ったらどうですかって言うけど、うん、でもこれ終わらないと帰れないからね、うん、やっちゃいますって言って、ああそうなのって言って頑張ってねなんつって、うん、先生に言われてさ、うん、でやってる行くと体操だからね、体操は欠かさず行くようにと思ってね、うん、体を動かしに通ってるわけ、うんうん、だから大丈夫だ、うん、自分で悲観的に考えちゃいけないんだなって思った、これ見て、あ、ね、だから今もちゃんと栄養が取れるようにさ、これ食べてさ、うん、ね、ごめんね心配かけて、いいね。どこでしょう。